今大きな地震が起きたとしたら自力で3日間生きられますか？糖尿病の治療そのものが順調にいっていてもいなくても、それとは関係なく、ある日突然大きな災害に遭う可能性があります。日本は地震、大雨、台風など自然災害が多い国です。災害が起こる前にやっておくべき準備は何なのか？災害が実際に起こった直後にどのように行動するのか、災害が起こってから長期間避難生活をどのようにするのか、知識として知っているだけではなく、災害が起こったら実際に行動できないと生き残ることは難しいです。最低限知っておいてほしいことに絞って紹介解説しています。糖尿病治療中だけど災害の備えをしていない方にとっては特に知っておくと役立つお話です。災害が起こる前にやっておくべきこと、持ち出し用品を準備する時のポイント、災害が起こったら避難生活で生き延びるの順番に解説します。チャプターに分けています。興味がある部分だけでも良いのでご覧ください。災害が起こる前に特にやっておくべき事前準備が4つあります。事前準備の1つ目は災害のイメージを持っておくことです。台風であれば事前に情報が得られるので、そこでシミュレーションしても良いのですが、地震、急な大雨などは普段から想定しておく必要があります。災害が起こってすぐ、ちょっとしてから、だいぶ経ってから、どのようなことが起こるかイメージしてみてください。停電して真っ暗な夜、さらに季節は真冬、真夏、風が強く雨や雪が降っているなど、より厳しい状況でも慌てずに対応できるようイメージしてみてください。イメージすることで実際の災害時に混乱しにくくなり、備えができていないところを見つけたり、命を守る行動の実行につながります。事前準備の2つ目は避難経路と避難場所の確認です。また家族などの大切な人との連絡方法も話し合っておきましょう。できれば雨か雪の降る真冬の暗い夜に実際に荷物を持って歩いてみるのが良いと思います。防寒着、雨がっぱ、靴などが必要であることや、荷物も重すぎないようにするなど、より良い準備ができるようになります。電話や LINE など普段の連絡方法に加えて、災害掲示板に書き込む、自宅のドアに張り紙をするなど、ルールを決めておきます。避難場所を決めていないせいで家族がどこにいるかわからないとなると、無事に避難しているにもかかわらず危険を冒して探しに行くことになるかもしれません。自分がどこに移動するのか、連絡方法はどうするかなど決めておいてください。職場や学校にいる時に起こった場合、通勤通学中に起こった場合、自宅にいる時に起こった場合に関しては、少なくともルールを決めておくと良いと思います。事前準備の3つ目は緊急避難袋の用意です。緊急避難袋とは、災害が起こったらすぐに持ち出して最初の3日間くらいを生き延びるために用意しておく袋です。すぐに取り出せる場所、できれば玄関などの出入り口の近くに家族の人数分準備してください。災害が真冬や真夏に起こることもあります。両方に対応するよう準備するか、季節ごとに中身を入れ替えてください。事前準備の4つ目は、主治医と糖尿病の療養について話して対策もしておくことです。糖尿病の療養に関することは5項目あります。食事がちゃんと取れていない時に薬をどのようにするか、災害時のシックデイ対策、低血糖・高血糖への対処の仕方、避難所での過ごし方、気をつけること、最低2週間分の予備の薬の確保、まず食事がちゃんと取れていない時に薬をどのようにするかについてお話しします。この対策を立てておくと、災害でなくても体調が悪い時にも役立ちます。災害と体調不良の時の違いは、災害の時はすぐに医療機関に連絡が取れないということです。体調不良の場合と違って、分からなかったり困ったりしたら聞けばいいという考えが突然通じなくなるかもしれません。今使っている薬は、災害時で食料があまり手に入らない時にどうしたら良いかを紙などに書いてまとめておいて、薬と一緒に保管しておいてください。食べるものが何もなくても飲む薬、食べないなら飲まない薬を区別できるように話し合っておいてください。次に災害の時のシックデイ対策です。災害で食料が手に入りにくいのと同時に、災害の避難生活中に体調不良が起こってしまうことも少なくありません。糖尿病の方がもう一つ別の病気にかかってしまうことをシックデイと言います。特に熱が出る病気、
嘔吐や下痢が出る病気はすぐに水分が不足してしまうのでとても怖い状態です。災害も起こり、さらにそこで激しい嘔吐や下痢が出た場合に薬を使うか使わないかの判断をする基準を知っておかなくてはなりません。食べるものに対して打っているインスリンは減らしたりお休みする。メトホルミンという内服薬は体調が良くなるまでは中止するなど、対応をあらかじめかかりつけ医と相談しておいてください。低血糖や高血糖の対応についても対策が必要です。災害時の食事は普段の食事とは大きく異なります。食事の量は減ってしまうことがほとんどです。いつもと同じように薬を使ったら低血糖になるかもしれません。また、パンやおにぎりが中心となることが多いため、食事の栄養素は炭水化物が中心になります。食事の変化にも対応できるよう、普段から時々災害の時の炭水化物中心の食事での血糖管理を考えておいたり、実際にそのような食事をしたら血糖値がどのようになるのかを知っておいてください。それでも低血糖になってしまうことがあります。低血糖になったらブドウ糖などの糖をすぐに使いたいです。手元にない場合は低血糖であることを周りに伝えてください。高血糖の場合は原因は様々です。糖尿病は生活と直結している病気なので、生活がガラッと変わってしまう災害との相性がとても悪いです。活動量が減った、体調が悪い、薬が使えないなど状況により対応は異なります。その時にはいつも以上に知識が自分の命を守ってくれます。糖尿病の方が避難所での過ごし方、気をつけることについてまとめます。避難所での生活はこれまでとは大きく異なります。変化すること、それ自体が大きなストレスになります。防音や温度の調整も難しく、睡眠も十分取れないでしょう。ストレスがかかる状態では血糖値を上げるホルモンであるステロイドホルモンやアドレナリンというホルモンが多く分泌されて血糖値が上がってしまいます。またたくさんの人がきちんとした仕切りのない狭い空間で過ごすので、感染症が広まりやすくなります。トイレがなかったり遠かったりすることで水分の摂取を控えてしまって脱水症になったり膀胱炎が起こったりもします。糖尿病の方で血糖値が高い場合は感染症にかかりやすいので、避難所の生活では感染しないための工夫が必要です。できるだけ距離を取る、段ボールで隣の人との仕切りを作る、食事の前には手洗いをする、みんなでマスクをするなど、基本的な感染対策を徹底して行ってください。手洗いやマスクはそのためのものが必要なので事前の準備が欠かせません。マスクは周りの人につけてもらうのもとても効果的です。自分の分だけではなく多めに準備しておいて、マスクを分け与えられるようにしておくと良いです。こういった環境にいつなるか分かりませんので、予防接種をあらかじめ受けておくことをお勧めします。災害時の対策としては、特に肺炎球菌とインフルエンザのワクチンが重要になりますので、災害が起こる前の接種を検討してください。予備の薬の準備に関してお伝えします。普段薬は毎日忘れずに服用されているでしょうか？もし忘れてしまって薬が余った場合は、かかりつけの医師や薬剤師に余ってしまっていることを伝えて調整してもらっている方が多いと思います。そうやって薬は余らせないのが基本ですが、災害が起こった時にちょうど飲み切ったり使い切ったところで余りが全くないととても困ります。2011年の東日本大震災では、被災地では糖尿病薬の中でインスリン製剤が特に不足してしまい、調達するのに苦労されたようです。病院から現地に医療スタッフが向かう時には、できるだけたくさんのインスリン製剤を持参して現地に届けるようにしていました。インスリンなどの注射薬というのはサイズが大きくて、冷蔵設備がいるなど常にたくさん備蓄するのが難しいので、今後も災害が起こるたびに不足する可能性があります。自身が使用しているインスリンが完全になくなってから医療機関を受診するようにしている方は、かかりつけの医師に少し余裕を持って処方してもらえないか相談してみてください。インスリンが行き渡るまでの期間を考えると最低2週間分くらいは欲しいところです。次に持ち出し用品を準備するときのポイントをお話しいたします。糖尿病の方が特に用意しておいた方が良い持ち出し品について説明します。最重要持ち出し品はインスリンなどの薬品です。
インスリンは未開封の場合は冷蔵庫に保管しているはずですので、持ち出し袋に目立つように冷蔵庫の中のインスリンも持ち出すと書いておくなど、持ち出しを忘れないようにしてください。薬品は種類がとても多く、同じ薬を使っている人を探すのは大変です。特に注射薬は感染症予防の面からは通常貸し借りができないので、他の人に借りたりもらったりするのが非常に難しいです。注射剤を使っている場合は選手用の針、インスリンポンプの交換セットなども準備しておいてください。血糖測定器やそのセンサーや選手用の針も手に入れにくいです。自分の薬について全て覚えていない方は、医療者に確実に内容を伝えるためにお薬手帳のコピーも準備しておいてください。このコピーしたものは濡れてしまうと読めなくなるので、密閉できるポリ袋に入れておくと良いです。また書類はコピーの代わりにスマートフォンや携帯電話などで撮影しておくのをお勧めします。お薬手帳や検査の結果用紙は毎回もらったらすぐにスマートフォンで撮影しておくと良いでしょう。スマートフォンは災害時に役立ちますが、バッテリーがなくなると使えなくなりますので、モバイルバッテリーをいつも充電して一緒に持ち出せるようにしておくと良いでしょう。こうしておくと、突然の事故で救急搬送されてもすぐにあなたの普段の治療内容や体の情報を伝えることができます。持ち出し用品は自宅だけでなく勤務先、学校にも置いておくと良いです。糖尿病の有無に関係なく持ち出した方が良いものは他にもたくさんあります。持ち出し品の一覧は説明欄に記載していますので、そちらもご覧ください。災害が起こったら落ち着いて行動してください。緊急避難袋を持ち、事前に確認した避難経路を移動してください。可能な範囲で自力で乗り越えてください。自力では難しければ遠慮せずに周囲に協力をお願いしてください。ただし、あなたが被災していることが誰かに伝わっているとは限りません。災害の規模や被害の状況がある程度わかるまでは助けが届く可能性は低いです。自助7割、共助2割、公助1割という言葉があります。1995年1月の阪神大震災以来言われている災害時に頼れるものの割合です。災害時に助けてと言って助けてもらうだけでは3割程度しか賄えません。特に被災直後は自助がほとんどです。今この瞬間に自宅が倒壊して緊急避難袋だけで避難した時に、誰の力も借りずに3日間生き延びることができますか？できないようなら、この動画を見終わったら準備をしておいてください。災害直後を乗り切っても、大災害ではその後長い避難所生活をすることになります。避難所生活では食事と水をしっかりとってください。食べないからといって糖尿病薬も使わない場合、特にインスリンを普段使用しているのに全く注射しなくなると、ケトアシドーシスという合併症になってしまう方が出てきます。そこで緊急避難袋内には飲み物1人1日3リットル、すぐに食べられるもの、ビスケット、クラッカー、缶入りのパン、粥、油、雑炊、バランス栄養食品などを十分に入れておいてください。4日分以上の食料を緊急避難袋に入れてすぐに持ち出すのは難しいので、自宅のどこかに保管しておくのですが、アルファ米、肉や魚の缶詰、レトルト食品、飲料水、野菜のおかずなどを準備しておいてください。避難してすぐは運動が極端に増えたり減ったりしやすいです。運動は少なくとも普段の半分くらい、軽い運動でも良いので続けるようにしてください。運動がストレスを減らすのに役立つならなお良いです。なんとか生き延びて被災から日数が経つと、巡回医療班が避難所まで来てくれるようになることがあります。遠慮なく医療班に自分の体調や糖尿病の治療状況、手元に残っている薬があとどれくらいなのかなど困っていることを相談してください。医療班は体だけでなく心のケアもしてくれることも知っておいてください。この動画のまとめです。災害が起こる前に災害をイメージして、避難経路と避難場所と家族との連絡方法を確認して、緊急避難袋を準備して、主治医と糖尿病療養について話して対策もしておいてください。持ち出し品リストに薬そのものとお薬手帳のコピーを入れておいてください。スマートフォンで撮影しておいて、それを持ち運べる充電器と一緒に持ち出しても良いです。災害が起こったら事前にイメージし、確認しておいた通り緊急避難袋を持って避難経路を進んでください。災害が起こってすぐは自助、自分の力で乗り切る必要があります。避難生活では食事、水分、運動、睡眠が不足しないようにして感染対策を徹底してください。
知識をつけて事前の準備をしておくことで、災害で困ることのうちいくつかはなくすことができます。そして準備した通りに行動し、必ず生き延びてください。あなたの元に周りからの助けの手が届くまで。以上です。最後まで見てくれてありがとうございました。動画は慎重に作っておりますが、目の前にいらっしゃる医療スタッフの方々にこの動画の内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを確認していただけますと幸いです。このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。気に入ってくださった方は高評価ボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。糖尿病で困ることが減るように一緒に知識を増やしていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。